皆さんのおかげで知らないとやばいシリーズがすごく大好評です。本当にありがとうございます。今回もアクセス数の多かった第10弾知らないとやばい岐阜人気モーニングランキングベスト3を選びました。また映像の中に出てくるサービスや値段などは撮影した当時のサービスや値段ですのでよろしくお願いいたします。これからモーニングの人気ベスト3を発表します。それではベスト3位は岐阜県揖斐郡揖斐川町のホワイトハウスです。モーニングは午前7時から営業しています。これからお邪魔するカフェテラスホワイトハウスは矢印の先です。オープン午前7時、クローズ午後7時、モーニングサービスは午前7時から午前11時までです。ランチタイムは午前11時30分から午後2時までです。定休日は毎週水曜日です。お店の窓が大きくて明るく感じのいいお店です。皆さん見てください。コーヒー紅茶が300円です。平日の午前9時過ぎにお邪魔しましたが駐車場は車でいっぱいでしたのでお店に入るとき席が空いてるのか心配でした。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティーどちらも300円でしたのでモーニングはドリンク代のみの300円です。皆さん見てください。ドリンク代のみの300円でこのボリュームです。最初パッと見て目を疑いました。安いだけじゃなくていろんなものがついているでしょう。いろんなものがついて300円なので目を疑いました。私はこのモーニングは岐阜最強コスパモーニングだと思います。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初に画面の手前の焼きそばから見ていきます。300円だからといって手を抜かないで、その焼きそばの上にはキャベツが見えています。焼きそばってどこの国の料理ですか？焼きそばの起源は中国のチャオメンだと言われています。焼きそばが日本で誕生したのは終戦直後の1950年頃だと言われています。画面を少し動かします。画面を少しアップ拡大します。先ほどの焼きそばの右にはデザートのフルーツがあります。フルーツは左からパイナップル、バナナ、ブドウの3種類のフルーツがあります。先ほどもお話をしましたがドリンク代のみの300円だからといって手抜きしないで3種類のフルーツまでついています。こんなお値打ちなモーニングセットは見たことがありません。次ですが、次はゆで卵です。ゆで卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、特にタンパク質、脂質、ビタミン A、D、B 群を多く含みます。そしてゆで卵は低糖質、高タンパクな食品なのでダイエット中や筋力アップを望む方におすすめみたいです。次はサンドイッチです。サンドイッチをよく見るとハムが見えています。サンドイッチといえばいつもそうですが、サンドイッチの中を見たくなりますよね。皆さんと一緒にサンドイッチの中を覗いてみましょう。サンドイッチの中にはハムがしっかりと入っています。次はバタートーストです。バタートーストにはいちごジャムが乗せてあります。ドリンク代のみの300円で焼きそば、デザートにはパイナップル、バナナ、ブドウの3種類のフルーツ、ゆで卵、ハムサンドイッチ、いちごジャムバタートーストの5品がついています。私はこのモーニングは
岐阜最強コスパモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。焼きそばにはキャベツが入っています。私は知りませんでしたが、日本の三大焼きそばと言われるのが、静岡県の富士宮焼きそば、秋田県の横手焼きそば、群馬県の上州太田焼きそばの3カ所みたいです。いちごジャムバタートーストは、ふわふわの柔らかくて美味しいいちごジャムトーストです。ハムサンドウィッチにはハムがしっかり入っているので美味しいハムサンドウィッチです。皆さん、今回はドリンク代のみの300円のモーニングでした。こんなにお値打ちなモーニング、コスパモーニングはどこにもないと思います。岐阜最強コスパモーニングと言っても過言じゃないと思います。最後にはデザートのフルーツの3品もついています。本当にお値打ちです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの300円で、焼きそば、デザートにはパイナップル、バナナ、ブドウの3種類のフルーツ、ゆで卵、ハムサンドウィッチ、いちごジャムバタートーストの5品がついています。私はこのモーニングは岐阜最強コスパモーニングだと思います。ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第2位は、岐阜県加茂郡坂穂町の中華食堂上海亭です。モーニングは午前10時から営業しています。これからお邪魔する中華食堂上海亭は矢印の先です。中華モーニングは朝10時から1日中モーニング営業してるみたいです。中華モーニングは夕方5時までです。定休日は火曜日です。お店はこんな感じのテーブル席です。明るくて綺麗な感じのいいお店です。ここのお店にも中京テレビの PS 純金ゴールドが来たみたいです。中京テレビの PS 純金ゴールドは高田純次、オリエンタルラジオなどのやっぱり地元は面白いをテーマに東海エリアを紹介する番組なので、あっちこっちに出没してるみたいです。今回お邪魔したのはこの中華モーニング、ドリンク付きでなんと480円です。ドリンクはコーヒー、中国茶、コーラ、ジンジャー、野菜ジュース、トマトジュースから選びます。画面の右上のビールなどのお酒が250円とは安いですよね。チャーハン、パイナップルチャーハン、天津飯、麻婆飯、中華飯などが500円均一とは安いですね。私は聞いたことがない、パイナップルチャーハンってどんなのかな？ネットで調べたら、ご飯にパイナップルは一見ミスマッチな組み合わせみたいなのが、パイナップルの酸味と甘みが、しょっぱいチャーハンの味付けとマッチして病みつきになるみたいです。いつか一度は挑戦して、食べてみたいですね。画面の担々麺、豚骨焼き豚麺なども500円均一は嬉しいですね。先ほどのビールとの組み合わせをしても1000円でお釣りが来る750円は安いですね。この話は飲酒運転になるので無理な話でした。皆さん、この料理が中華モーニングです。モーニングは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーと中国茶をお願いしました。このお茶が中国茶です。中国茶のキュースの中を見てみるとよくわからないのですが、いろんなものが入っています。画面を少しアップ拡大します。中国茶のキュースの中を見てみるとよくわからないのですが、いろんなものが入っています。中国茶を飲んだ感想は、日本茶の緑茶とは違う、今までに飲んだことのない何とも言えない美味しいお茶です。
ドリンク代込みの480円でこのボリュームです。すごいですよね。こんな感じで見ててもどんなモーニングセットなのか分かりませんよね。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初に回転する台にモーニングセットを乗せて回転する台ごと運ばれてきます。運ばれてきた私専用の丸い台が回転するのにはびっくりです。こんな感じで回転します。まず最初に画面の中央にあるのが蒸し焼きそばです。見ていただいてもわかりますがこの蒸し焼きそばの量がすごく多いのです。次ですが蒸し焼きそばの下に綺麗なピンクの袋ですが袋の中には茶だしのナツメとくるみが入っています。このものがよくわからないですが素揚げしたお菓子みたいです。ホットコーヒーです。ブロッコリーです。お水です。薬味のネギが乗せてあるお豆腐です。畑のお肉です。次は蒸し焼きそばの左にはお粥があります。お粥の上にはクコの実が乗っています。クコの実は中国では古くから不老長寿の薬とされ世界三大美女の一人楊貴妃も毎日食べていたとも言われています。ドリンク代込みの480円で蒸し焼きそば、お茶菓子のナツメクルミの茶菓子、素揚げしたお菓子、ブロッコリー、薬味のネギが乗せてあるお豆腐、畑のお肉、おかゆの7品がついています。大まかな説明でしたが食べるときに詳しく説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。蒸し焼きそばの上に薬味のネギが乗せてあります。焼きそばといえば鉄板で焼いたソース焼きそばが慣れた味ですが蒸し焼きそばにはソースが使われてないみたいです。ソースが使われていないので薄味です。蒸し焼きそばの量が多いのでお腹がいっぱいになります。ブロッコリーのつぼみの部分だけを食べて茎の部分は捨ててしまっている方が多いようですが実は茎の部分の方が栄養価が多く含まれています。特にビタミン C とカロテンはつぼみの部分より茎の部分の方が豊富に含まれてるみたいです。お粥の上にはクコの実が乗っています。クコの実は中国では古くから不老長寿の薬とされ世界三大美女の一人楊貴妃も毎日食べていたとも言われています。お粥は通常の白米に比べると柔らかく消化吸収が良いのが特徴です。また米と水の比率によって全粥、七分粥、五分粥などに分けられます。薬味にネギが入ってるお豆腐料理です。冷ややっこかなと思いながら食べました。畑のお肉です。畑のお肉に大きな椎茸です。畑のお肉は私は初めて食べます。食べた感じはまるでお肉のような食感や食べ応えです。お肉と比べて高タンパク低脂質みたいなので健康に良さそうです。よくわからないですが素揚げしたお菓子みたいです。食べた感じですがパンの耳を炒めたラスクじゃないけどカリカリサクサクのそんな感じの食感でした。袋の中には干しナツメとくるみの組み合わせたお茶菓子みたいです。皆さん今回のモーニングはどうでしたか。ドリンク代込みの480円で蒸し焼きそば、お茶菓子のナツメくるみの茶菓子、素揚げしたお菓子、ブロッコリー、薬味のネギが乗せてあるお豆腐、畑のお肉、おかゆの7品がついています。今回のモーニングは中華モーニングでしたのでいつも食べ慣れてる味とは少し違いました。一番印象に残ってるのは中国茶です。思っていた以上に美味しい中国茶でした。
ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第1位は岐阜県岐阜市のカフェ&バーベキュー一服です。午前8時からモーニングやってます。この左手にカフェ&一服の看板があります。17時から居酒屋おもてなしダイニング一服で営業されます。バーベキューは予約制です。ドリンク代のみのモーニングはおにぎりとトーストの2種類がありました。おにぎりは梅しそ、ツナマヨ、ビビンバ、日替わりの4種類があります。トーストはバター、シナモン、オグラ、イチゴジャムの4種類。コーンスープに豆乳を混ぜ、お豆が入ったスープです。美味しいです。ホットコーヒーが470円でしたので、モーニングはドリンク代のみの470円です。おにぎり大きくてお腹いっぱいになりました。人参炒めてあって美味しい。
degree to know this ain't love at first sight. 駐車場が広くてお店が綺麗な感じの良いお店でした。皆さん、今回の第10弾知らないとやばい岐阜人気モーニングランキングベスト3はどうでしたか？また映像の中に出てきたサービスやモーニングの値段などは撮影した当時の値段です。よろしくお願いします。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。